それではいただいたメッセージをご紹介しましょう今日のワークテーマは今日は外食の日ということで逆に行ってこんな店二度と行くかということでたくさんいただきました <laughs> ラジオネーム山崎慶さんですおお面白い44歳男性の方です <laughs> いいね、えー、昨年行った中華屋さん大きなショッピングセンターの中にある小綺麗のお店です <laughs> うん、うん、いくつか料理を注文しまずは出てきた水<何>コップの底に、うん、<laughs> ニラらしき緑の,木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 の木が沈んでいました <laughs>、えー、すぐに店員を呼んで変えてもらいましたが今度はコップ 少し強い口調でもう一度点を読んで交換その後嫁とぶつくした文句を言いながら運ばれてくる料理を食べていると<う>最後に極めつけ<や>天津飯を食べていると何やら口の中に硬いものが指でつまんで出してみるとなんとゴキブリの足<や>本気で激しくえずいてその場で全部入いてしまいました幸いその後体調を崩すことはなかったのですが今でも思い出したら吐きそうになります二度と行く,くかと思っていましたが それからほどなくして案の定潰れていました。悪た最悪不衛生もひどいですね。あるよな頭にねこんなん、ね。ゴキブリの足。<laughs> 昔食べに行ったあの、うん、焼きそばとかお好み焼きとかのお店がゴキブリがついたまんまの自分で焼きそば焼くとかやったんですよ。うん、焼きそばの横にゴキブリが一緒に乗ってきて、うん、でお店ので大きい声で言ったらお店もかわいせやなと思ったから、うん、すいませんって呼んでこれって見せたんですよ。うん、そしたらあっって言ってゴキブリその場でバって取ってまた渡されて。 この店中華あのお好み焼き屋さんでもその店は二度と行かなくなってやっぱそこも潰れてましたけど清水さんやったけ一回ゴキブリ入っとって多分で「このもう食べられへんやない」別のとこ行こうって別の店行ったらまだゴキブリ入っとってそれなんか清水さん選んでるんですよね選んでるんですよね 店帰ってもゴケブラえてるっていう安兵衛さんからいただきました「はい、<laughs> 私が二度と行きたくないお店はカラオケの店でママが帰った客の荒探しをするのを聞いてリズムがおかしい <laughs> 発声が変だ」<laughs> などなど多分私の帰った後も批評していると思うと二度と行きます。た <laughs> なるほどな飛の前で言うのがねー、えー、ラジオムなんとか局長さんですね、うん 近所の焼肉屋さんのオープン記念のチラシでソフトクリームのサービス券がありました、うん、裏に「来店時にご提示ください」と書いてありましたので、はい、お店に入って注文を取りに来た店員さんに、えー、その券を渡しました、うん、そしたらお肉がテーブルに運ばれてくる前に。 ソフトクリームが人数分目の前に普通食後に持ってくるやろと文句言ったら店員が「だって券を渡したから持ってきたんですけど」と逆切れそういう押し問答してるうちにアイスクリームが溶けてボトボトに「やっぱりオープンしたての店は店員さんも慣れてないし飽きませんね」と「そんな多いで高校生のアルバイトのことか使うと確かに安く買うけどそういうとこちゃんと教えんとね分かれへんねん。なんかさこう例えばみんなで言ったら「お通し」ってあるやん。な、はい、なんかなある あれがめっちゃ遅いとかな、うん、もう中盤ぐらいで落とし出されてもこれいらんわけや あれお金取られてるんでしょう。まあそらそう、ね。イランやったいらイランってう言う。ん名だけど、もうなんかだいたいそんなんてその2ぐ代前入とかわかれへんやろな。うん、もうそういうところの教育はしてほしいなと思うよ。いなんか最近あれですってあのシニアの方のアルバイトがすっごい増えこっなぜ、まあ、か,か,かというとすごく一生懸命働くし、いい試行錯誤してアイデアもいっぱい。だって高校生なんかお前別にさ、ね、その店が潰れようがないでしょうからめへんわけやで、うん、半分な。いい中にはうんであの。 わかるやろ今真剣な話してる瞬間とか、うん、その時に「お持ちしました」とか「真ん中にね、ちょっと待てよ」と思えへん「うん、これお引きしていいですか」とか。やたら空いた皿を取るのが、ね、そう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 そ、ん、うそ、ん、うそうやうやうそ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 ありますうそうす さあこちらですラジオネームドンくんから頂きました、えー、25年ぐらい前私が子どもの頃そんなに外食には行かなかった家族でした玉の外食で新しくできたハンバーグ専門店に行き当時ではなかなか新しい形鉄板をそのままテーブルに運んできて最後の仕上げは目の前でずっーと焼き上げるというお店でした味はかなりおいしく、うん、機嫌よくみんなで食べているとガリ<え>何か硬いものが下から血が 何かと思い口から出すとなんとかねたわしがハンバーグの中から出てきましたお店の人に言うとなんと「ああすいません鉄板を金たわしで洗うんで仕方ないんです」と開き直られちゃんとした謝罪もありませんでした舌を切っただけでも痛いしもし飲み込,み込み体の中に入って傷でも負ってたらなんてこれもったこっ はい、追ってたらなんても考えるしお店の対応に幻滅二度と来るかと父親は大激怒して帰りました二度と来るかよりもねチーターしてんねんたらもうそれはきっちりね,ね被害届け出すべきですよそのお店は案の定すぐに潰れました「まね、ザ・マみミロですいくら美味しくても店員の常識のない店は大丈夫」これね結局そうなんですよお店の味は例えば今チェーン店がしててね店は悪くないよとただねどうしても今またあの副賞みたいになりますけど あの行き届かんねんねなあれ、うん、店の店舗増やすことばっかりになってて確かに教育がね、うん、ラジオネームタカちゃんさんですねもうしばらく前の話になりますが二度と行くかという店がありましたアメリカ村の某お好み焼きチェーン店、うん、テーブルの鉄板で焼いてくれるのはいいですがどう見ても、うん、2口あるバーナーナのの片方に火がいいいていないのです、うん、その鉄板でグダグダ焼き続けるので片方火つけ忘れてるよというとうちはこういう焼き方なんですと言いました。<ー>自分で 焼けないだけでもイライラするのに、思わず、そんなはずあるかと立ち上がっていました。<laughs> 二度といかん。<laughs> えー、あったな、俺もすごいね、高級店なステーキ屋さんあるんですよ。めっちゃ高いね、二万五千円ぐらいのース。えー、高いなだから嫁さんと結婚記念日とか、誕生日の時に行って。二回目。の時に。うん、嫁はん、僕ってわかったんでしょうね。うん、焼いてくれたそのシェフが。うん、あれ。あやらさんで、離婚したんちゃいましたっけって言われて。聞い <laughs> た。 嫁さんの怒ってさ、びっくりします、ね。何それ？で、<laughs> なんかデリカシーとかいうレベルの話じゃないです、ね <laughs>。あれ、あやさんって離婚しちゃいましたね。した <laughs> としてもさ、したとしても全然女連れてきてびっくりするわいや。すごいなと思ったわ。もう行けへん。行けへん行けへん。え、も、ね、明らかにそれはもう嫁さん怒ってんのはそのシェフには分かった。分かったと思うけど、なんか淡々と焼き続けて。は <laughs> ささあこちららですラジオネーム、えー、ハイビスカスカんからいただきました昔職場の同僚や先輩と言ったり接待にもよく使ってたちょっとおしゃれな鉄板焼き屋がありましたはあ、はあ、私の結婚が決まった時両家の挨拶にもそのお店に行きオーナーさんに「今度結婚することになりまして」挨拶すると「えっこの人いつもの人と違うやんね」 僕はいつもの彼の方がいいと思うけどなとみんなの前で言われましたそれまでの長やかな空気は一変その空気を察知したオーナーは「まあ若いうちはいろいろありますわな」とケラケラ笑って厨房へ消えていきましたがその後あらぬ疑いをかけられた私は誤解を解くのに大変でした同じ感じですね今の。 こんなあの冗談っぽく言うてな笑いに変わるような関係やったらええよ。そはなだってあ,あやらの嫁にしたかってさソシェフ始めたわけでしょ要は。<ー>急に言われたら お前がよそでそうし言うてると思われるもんな離婚しちゃ,ちゃいましたラジオネームお腹すいたさんですね、えー、姫路の某所にある食堂の話ですと僕はカレーを頼んだんですが一緒に運ばれてきた時スプーンが汚れていました、うん、なのでおばちゃんにおばちゃんスプーン汚れてるでというとおばちゃんは、うん、ほんまやごめんごめんとスプーンを取るとはーと息をかけてエプロンでキュッキュッと拭いて <laughs> はいと渡されましたこの店は二度と行きたくらいです <laughs> ちなみにカレーは箸で食べました 食堂やなっていう感じやけどな。<や> <laughs> でもいやや。<laughs> はいこちらです。ななでね、<laughs> ありますね。匿名希望さんからいただきました。引っ越しして、えー、来たての頃、三歳の息子が耳が痛いと泣き出したので、家の近くに耳鼻科があったので行きました。おうおううん えー、受付を済ませ名前が呼ばれ診察してもらっていると耳垢が溜まっているから取るために薬入れるからベッドで待っていてくださいと指示されカーテンを閉めると先ほどまで丁寧だった先生が看護師さんたちに罰声を浴びせるんです「俺の診察聞いてたらすることわかるやろクズ!」とか「はよ次入れろや!」とか。<laughs> めちゃくちゃで息子が怖がり泣き出したので私たちも怒られるかとハラハラしながら親切してもらい帰りました次の予約は入れたけど怖かったので行かず別の病院へ行って治療しました数年後その先生は看護師に訴えられセクハラで逮捕されていましたそんなあんねんな <laughs> 結構あるよね,ね看護師さんにものすごいきつい先生で<ー>あるあるあ<ー>引くでだから引きますよね <laughs>、うん、あとあの結構飲みに行ったりとかしても接待と もうめバーのその目の前でむっちゃバス浴びせてスタッフの人怒る人いるじゃないですか。あ,かあれすごい嫌ですよね。飲みに行っても気分悪いんですよ。んそんな陰でやるよなと思い、ね、それが結構なんかエビスのおしゃれなバーとかでやられるんですよ。<laughs> あれすっごい嫌。ね、さあ今日は。は、うん どれにしましうどうしますしなどなたにします今日はあれにしようかああらぬ疑いをかけられたううそうしましょうか,か,かえこの人いつもの時と違う違うやんねと言われたこのハイビスカツ、うん、さんに現金三千円を差し上げましょう今日のテーマは外食の日こんな店二度と行くかたくさんのメッセージありがとうございました